はい、皆さん、ということで一周回って短期ビルドになっているポリベア、チャレンジャーの人の NA サーバーチャレンジャーの人の参考にしてやっていこうと思います。初手はドラリングです。よろしくお願いします。対面ダリウスです。ダリウスは多分勝てるでしょ。そんな気もする。そんな気がします。よろしくお願いします。ロングトレードするとまあ序盤室に負けるので気をつけなきゃいけないね。できればいいよね、ウルトで消したいところ。ちょっとウェーブ触って、まあ、プッシュウェブにするの怖いんだけど、2レベル先行して体力に作っときたいんだよね。ダメさん、ここでスキルを使ってしまったので一回おとなしくしないといけませんね。これプレーブになるかな。どうだ、ギリギリか。あ、微妙、これ超微妙。来れない。ナイス、あれ、ナイスファイト、ファーストブラッド、ナイスファイト。これ絶対ジェフォー来るんだよな。絶対ジェフォー来るわ。あ、もう来てるね。なんなら来てる。じゃパッシブ維持しときたい。敵を倒しました。ダリウスさん、あ、ゴーストあるのか。めんどいな。これさすがに厳しい。うわー、さすがに厳しい。そう、ウーコン呼んどけばよかったな。あと16秒でパッシブ上がる。パッシブじゃない、イグナイト上がる。なんでこいつこんな強気なの。え、なんでこんな強気なの。なんでこんな強気なの。オッケー。え、ちょ、バウンサってんだけど。まあ、これちょっと、ちょっと待って。これちょっと調整しないと。まあ、さすがに帰れ。いやー、どうだこれ。ちょ、帰れないな。これ押し切れないしなー。どうしたもんかなー、これ。ちょっと待って、これ、ウルトロソ。オッケー。ちょ、無理やりウェーブ、ガンにします、これで、ね。気合のウェーブクリア。これ、マジでウルトロクルダン長いんだよね。2分半、ほぼ。ほぼ2分半。長え。キンドルジェムの方がクールダウン回って強いんちゃうかなという思いで買いました。そうね、そうそう、短いサボスプくらいある、マジで。誰？誰？誰？まさか来るわけじゃないよ。ちょ待って、ウェーブ状況最悪だからさ、これダリウスめちゃくちゃ損してるよ、これめちゃんこ損した今。ダリウスマジでシス相当落とした。あ、ちょっと、え、じゃ、シージミニオンのスキルどっちが最すぎ。ふざけんなこのゲームマジで。一回噛んときたいんだよね。まあいいよ、帰りな、帰りな。いや、余裕だな今の。いいよね、ウルトレ消せてれば一番いいんだよな。さすがにブランブル、いや、どうなんだろうな。ダイレスって結局ヒール要素がさ9人しかないからさ、9かわしちゃえばあいつ回復しないんだよね。まあ征服者で若干ってところあるけどさ、だいぶ条件付きのヒール持ってるやつ相手に重傷買うのってどうなんだって気もするよね。モルデに関してはさ、リフトメーカー完成するまでほぼ回復しないじゃん。ダブルの再発動以外で。ダブル再発をすることなんてそうそうないし、戦ってる時に。9上がったら勝てんじゃね。うわ、あっ、
ねえ、いやポーション飲んどいてよかった。いやポーション飲んでなかったら絶対負けてるわ。ギリギリだったね。いやもう9が上がってると思ってなかった。もう9ないと思って行ったんだよね今。危ねえ。ガナセマ完成。これでも負ける要素ないっしょ。ウルトラクても勝ったんだから。いてて、ダメージ全然通らねえ。最強チャンピオンすぎる。やばすぎる。やばすぎる。すべてのスキルに当たり、すべてのスキルに当たりましたが、皆さん体力まだ5割あります。お最強すぎるマジでこいつ。てかすごくない、アナセマチェインだけでこんなダメージ出てるからねこいつ。やっぱスキルの回転ですよね、こいつは勝負してる。ダリウス側、まあ、こうなる前になんとかするべきだったよ。もうお前は CS 取れねえんだよダリウス。もうお前は CS 取れねえんだ。おい、お前は全ての CS を泣きながら落とすことになる。分かったか。分かったかダリウス、お前は全ての CS をそこで落とすことになる。もうマナがないんだけど、みんな俺は大丈夫なのか。マナがない。タムダブル、あったー、ダブル上がったー。はい、ダブルが上がったので俺の勝ちです。で今回なんだけど、向こうから殴りかかってくるやつばっかじゃん。モルデに、J4 にダリウスに。いやこういう時はサンファイでいいね。相手に命令多い時、まあ、こいつら捕まえづらくなるのがちょっとネックではあるけど、まあサンファイでいいかな。それに追いつくためにはロケットベルトでは、じゃ一回かまして、かましてもらっていいか。一回噛むわこいつのこと。スキル回しおかしくね、俺の。俺のスキル回しなんかおかしくなかった。初代のセマはね、特定のチャンピオンなら OK。そのステータスに依存してないチャンピオンって言ったらいいのかな、ダメージが。2本目行こう。ボトニーさんにいるし。だボリベアは W が回りさえすれば強いんだよね。だからアナセマでも機能する。だ普通のチャンピオンで初代アナセマやると、たらたらダメージがなくなる。パワースパイクが遅れる。ヨリックもね、まあちょいやりだよ。ちょいやり。ちょいやりだけど、あんまり積むことないかなって感じもする。まあ、でも試してみないことにやって感じだな。僕はあまりやったことがない、初代アナセマ。何回かあるけど、そこまで回数やってないから。え、これ誰もボットいなくね？いたわ。敵を倒しました。やべ、マナがねえよ。マナがねえよ。とにかくマナがない。これウルトで降りたかったんだよね。ただシャッター渡すよりかは帰るわ。おい、後ろから入るわ。え、こっちは敵を倒しました。観念者みたいな。観念者みたいな。はい、ナイス。エフェクトを見ていて楽しいですよと派手で。あのモルでウルトないの？ウルトないのかな？全然使わないね。あのモルでウルトなかったんだ。タワーグロ長すぎ。そうだった、このタワーね長いんだよ。なんかこっち側に逃げなきゃダメなんだよね。ここまであるんだよな確か。タワーのアグロ一体は逃げる方向。最後に一発食らうと思ってなかったわ。バイバットです。味方がタワーを破壊しました。
あれ、あーちょっとスプリットもありやな。そうか、これは別に合流してもよかったね、ドラゴンね。まだニドラだから別に。お、これ追いつけるね、急のパワーによって。誰かいるっぽいよな。最強最強てかミニオンめっちゃ多くね。来ねえな。え、それはさすがに。いや、これ捕まれないからこっちになるわ。強っ。おっ、いけー。やばい、これ強いぞ。いや、俺の方が強いわ。やばい、この Q の、やばい、スキンの回転にすごい。うわー楽しい。いや、 Q のランク上がりきった時、ボリビアの Q めっちゃ短い、6秒。すげえ高性能な割にクールダウン短いわ。GG かな。負けるかこれ。GG。